まずお名前は。ともきです。出身地は。秋田県です。好きな食べ物はありますか？麺類全般が好きで、ラーメンとうどんが同類ぐらいで好きですね。じゃあ趣味は？ゲームと漫画です。あ、音楽聴くのも好きです。特技？野球やってたんで、球技系のやつは好きだなっていう。休日何してますか？最近はコロナで外に出れないので、ゲームか YouTube ですね。得意科目？数学。苦手科目？高校の時は理科。今は？今だいたい無理じゃない。長所。長所、なんか周りを見て行動できるかなと。短所。自分の意見をズバッと言えないところがあると思います。確かに。好きな YouTuber？ なんかゲームの実況系のやつをよく見てて、スマブラとかね。じゃあ YouTube を始めたきっかけ。僕始めてない。始めてます。じゃあ僕に協力してくれたきっかけ。誘われたから。お、暇だったから。人徳があったとか言ってくれればよかったのに。人徳がありましたね。誘われた時どう思いました？まあ暇だしいいんじゃない。YouTube やってみて楽しいって思うこと？まあ自分一人じゃやらないようなことばっかだから楽しいんじゃないですか。質問さ。やってみて大変なこと？撮影してることを意識しながらやるっていうのは普段やらないことだから、それがやっぱり慣れないですね。じゃあ YouTube での目標。見やすいような動画を作れるように努力したいです。来年社会人ですが、社会人として何かやりたいこと？まず初任給で親に何か買いたいなっていうのを考えてます。あとは高いお店に食べに行ってみたいな。焼肉とか。そうそうそう。あ、就職活動のポイント、こうするといいよみたいなのありますか？早く始めれば始めるだけ早く終わるんじゃないかなと。今見てるこの人たちに、はい、が今からできることは？まず始めることじゃないですか。とりあえずマイナビに登録して報道説明会に参加する、しないと始まらないので、参加してインターンでなんかいろいろアドバイス採用の人がくれるので、それはもとになんか笑顔でやれば半分はうまくいくよって言ってたんで。あ、じゃあ面接の時気をつけていたことも笑顔ですか？オンラインは別に笑顔っていうよりは反応強くするみたいな、大げさにうなずく方がいいよって言ってました。じゃあ人生の目標は？楽しく過ごす。じゃあ死ぬまでにやりたい3つのことをどうぞ。親孝行をする。あと2つ。あー、海外に行ってみたいな。あと1個は自分の知らない景色をいっぱい見てみたいなと。まあ、海外に行くにちょっと似てるかもしれないけど。最後にカメラに向かって一言。私たちをどうぞよろしくお願いいたします。結婚挨拶。